アイテム番号、SCP-1112JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-1112JP はサイト81の排気、排水装置を独立した循環装置に接続した標準人型オブジェクト収容室にて収容されます。なお、SCP-1112JP が空腹を訴えた場合には収容室内のスプリンクラーより輸血用の血液を噴霧してください。SCP-1112JP への実験やインタビューでは、担当者が SCP-1112JP の実験室に入室することは許可されません。また、SCP-1112JP の実験に参加できる職員は物理的な接触経験のない人員に限定されます。SCP-1112JP の活性化実験後に実験対象者が生存している場合、B クラス記憶処理を行ってください。事案 1112JP において、SCP-1112JP の活性化実験は現在凍結されています。更新、2016年月日、事案 1112JP において、SCP-1112JP 個体に収容違反の疑いがある場合、収容区画に設置されているスプリンクラーを24時間作動させ、SCP-1112JP を非活性化させた後にこれを回収、再収容してください。なお、SCP-1112JP の収容違反が確認された場合、出動する機動部隊及び SCP-1112JP と接触の恐れのある職員には必ず補強済み機密服が配備されます。説明。SCP-1112JP は液状の実体です。非活性状態の SCP-1112JP はベージュ色の粘液であり、人間と同等の五感と知性を持ちます。SCP-1112JP は静止時には異常性のない泥水のように観測されますが、行動時には症状もした身体を形成し徒歩で移動します。SCP-1112JP の身体が分断された場合、分離した部位が元の体積の 25% 以上を有しているときその部位は新たな SCP-1112JP 個体として活動します。SCP-1112JP は人間の存在を知覚すると、目標に接近し自身の粘液を浴びせかけます。粘液の付着に成功し、目標へと接触した SCP-1112JP は皮膚に自身を塗り広げ、覆い、流体を巧みに動かすことで衣服を取り払います。その後 SCP-1112JP は体内へ目標を取り込んだ後、活性化状態に移行します。活性化した SCP-1112JP は体内に収容された人体、イカ宿主、を骨組みとして自身を再構成します。このプロセス後の SCP-1112JP の体型は宿主にある程度依存しますが、概して必ず少女前としたものとなります。この時、SCP-1112JP の体組織が人体の皮膚や粘膜などの組織に浸透して一体化し SCP-1112JP は宿主の生命維持を行います。これと同時に SCP-1112JP の未体表層は凝固し、人間の皮膚と見分けがつかないゴム質の皮膜へと変化します。SCP-1112JP は宿主が死亡または衰弱を確認する、または活性化から一定日数が経過した場合に非活性化し、宿主を解放します。SCP-1112JP は衣服への強い関心を持ち、特にフリル等の装飾を多用した衣服を好む傾向があります。これについて SCP-1112JP は、自身の異常性を隠す目的だと説明します。また、SCP-1112JP は所属意識への脅迫依存的な執着心と奉仕意欲を有しています。そのため、SCP-1112JP は常に団体における役割や宿主から依存を受けている状況を強く望みます。このような SCP-1112JP の経験的性格は SCP-1112JP の起源や発見以前の環境との関連性が推測されており、現在 SCP-1112JP に対するインタビューは承認待ちです。SCP-1112JP は2016年3月日に大阪府市の民家にて発見されました。当時、市では SNS アカウントを乗っ取る謎のコスプレイヤーの噂が広がっており、これに財団は注目し乗っ取り被害者へのインタビューを実施していました。派遣されたエージェントは乗っ取り被害者宅を訪問した際に応対に出た活性化状態の SCP-1112JP が SNS に掲載された画像に酷似していることから事実確認を行ったところ、SCP-1112JP は危機としてこれを是認し自身の異常性を利用したそのアカウント乗っ取りの手口について解説しました。これを受け、エージェントはすぐさま財団に報告するとともに SCP-1112JP を収容しました。
当時の SCP-1112JP の宿主は、SCP-1112JP への交渉により解放され B クラス記憶処理を施されました。ホイ1、映像ログ 1112JP、1、2016年2月、日。付記、この映像ログは SCP-1112JP が SNS に投稿した動画を一部文章化したものである。撮影場所は SCP-1112JP の発見場所と同一であった。3、SCP-1112JP は会釈し、発言をする。SCP-1112JP、はい、こんにちは。私は、好き川、きつこと申します。AKI 物産実演販売員研修生好き川きつこ、と書かれたフリップを持ち、カメラに向かって掲示する。この度は我が社の商品説明をご覧になっていただいているということで。誠にありがとうございます。お客様、お肌の調子、気になりませんか？気になりますよね。そうでしょう。お客様の日々の頑張り、お肌に出ていますよ。ダメージング中身、ガサガサになったお顔。手足の赤切れやささくれ、残った傷跡、とても煩わしいかと思います。そこで、私どもがお客様のためにお送りする、地球の最も先進的な新商品をご提示させてください。我が社の、女の子スーツ、はあなたの人生をより可憐で、美しく、何より可愛く彩ります。SCP-1112JP の自撮り写真のアルバムを取り出す。アルバムは見開きに手書きポップが貼り付けられ、パンフレットをもしていた。SCP-1112JP、ほら、私の体を見ていただけますか？この柔らかいお肌、すごいですよね。女の子ならではの、そんな愛らしさが。男性も女性も誰もが憧れる美少女のもちもちプルプルな体が、手に入ってしまうんです。使い方は簡単、身にまとうだけ、ツルツルプニプニのスキンで全身を覆うだけで。お客様のお体に合わせてスキンが吸い付けいて、しっとりと染み出る薬用成分がお肌とお体をケアします。あとはスキンに身体ごと預けちゃってください。全自動でピッカピカになるまでお身体をケアしつつ、可愛らしいスキンがお客様を包み込んでお代わりをさせていただきます。SCP-1112JP はカメラに向かい、でも、お高いんでしょう？と書かれたフリップを見せる。SCP-1112JP、そうですよね、一番気になるのはそう、お値段です。実はこのお品物、試供品でございますので、現在無償で提供させていただいております。テスターとしてお客様のお身体の具合をモニタリングさせていただいたデータを我が社で収集させていただきますが、しかし、それだけのお手間でこの素晴らしい商品をお試しいただけるのです。どうでしょう？一家庭に一体、いや、お一人に一体の素晴らしいこの本物の道具、女の子スーツ、をあなた様もいかがでしょうか？今なら抽選で1名様に、女の子スーツ、をお届けいたします。応募はこのアカウントへ、振るってご応募ください。以上、小さな月から大きなラブを込めて、好き川、きつこがお送りしました。ご応募待ってます。報告書。SCP-1112JP が自身の次の宿主を確保する手段として SNS や出会い系サイトを利用していたことが判明しています。本記録を受けた財団解析班の調査から、同様の内容の SCP-1112JP による動画の投稿が本記録も含め8件発見されました。これらはいずれも投稿者名義が異なる点から、SCP-1112JP は収容までに少なくとも8人の宿主を持ったと仮定されています。現在、SCP-1112JP の活性化の遍歴について調査するインタビューは承認待ちです。ホイに、実験記録抜粋及び事案 1112JP、1。実験は隔壁により分断が行える実験室にて、実験対象を SCP-1112JP と接触させ観察し調査を行った。実験記録 1112JP、1、2016年、月、日。対象、SCP-1112JP、P-108211。なお、P-108211には埋め込み式の生理計測器具を装着した。結果、SCP-1112JP は P-108211を取り込み、不定形の姿から裸体の少女に似た形態に変容した。なお、この形態変化後の姿は活性化状態と指定された。この際 SCP-1112JP は衣服を要求したが、却下された。活性化から12分後、SCP-1112JP は痙攣を起こし元の形態に戻ったことが確認された。
核壁を起動し SCP-1112JP との再接触を妨げ、D-1082-11 を回収したところ死亡が確認された。実験直後の SCP-1112JP は体重が増加しており、サンプルを採取し成分分析を実施したところ D-1082-11 のものを含む不特定多数の人間の皮膚断片や体液、分泌物を保有していた。この結果についての質問に対し SCP-1112JP は食物であると回答した。分析。おおよそ収容時の報告にあった姿や特性を再確認することができ、SCP-1112JP が人間を取り込む目的は人体から体液を摂取するためと確認された。SCP-1112JP の食性は吸血動物に近いものであると推測される。取り込まれた人間の死亡原因について追加調査を必要とする。SCP-1112JP は着衣に強い関心を示している。予想できない異次要性の発言につながる可能性があるため、私の管轄下ではこれに応じないものとする。見栄えは不健全だが、致し方ないことだ。西根博士。実験記録 1112JP、4、2016年、月、日。対象、SCP-1112JP、小林研究員助手。小林研究員助手は病理的原因により性脳と前立腺を全摘出されている。不起。本件は実験 1112JP3 の直後に D-1082-13 を回収していた小林研究員助手が誤って SCP-1112JP に取り込まれた事案を記録したものである。結果、SCP-1112JP は小林研究員助手を取り込み活性化した。SCP-1112JP は活性化状態を維持し、30日後に小林研究員助手を解放した。解放された小林研究員助手は重度の気予欠と疲労状態にあり、小林研究員助手はこれを SCP-1112JP から執拗に愛撫や性的いたずらを受け続けたことが理由であると説明した。小林研究員助手はさらに SCP-1112JP が活性化状態の間、身体に侵食を受けたこと、SCP-1112JP の動作を内側から操作できたこと、SCP-1112JP の望まない行動は静止させられたこと。しかしそのような行為の中でも宿主が強く望む行動については譲歩することを報告した。分析。報告を受け実験記録 1112JP1 を再分析したところ、D-1082-11 の死因は脳出血であったが、これは継続した性的興奮によるか緊張に起因したものであったと確認され、SCP-1112JP が宿主の体液を得るために性的行為に及んでいるという事実が明らかとなった。なお、本件の研究結果を受け、SCP-1112JP の発見当初の宿主であった、死の病歴を調査したところ、彼もまた癌により前立腺を切除していたことが明らかになった。そのため、SCP-1112JP の活性状態の長期研究には生殖器を失った D クラス職員を用いるのが適切であると考えられた。SCP-1112JP は宿主に対しある種の強制関係を築こうとしている素振りが報告されていることから、今後の実験では SCP-1112JP に対していたずらに死人を出すその攻撃性を抑えるよう求めていくものとする。万一の収容違反時の人的被害をこれで抑えられるなら儲け物であるし、何より実験ごとに D クラス職員に外科処置を施すようでは手間がかかって仕方がない。西根博士。実験記録 1112JP7、2016年、月、日。対象、SCP-1112JP、小林研究員助手。不起。本実験は SCP-1112JP と宿主の再接触について調査するため、小林研究員助手の発案により実施された。結果、SCP-1112JP は小林研究員助手を取り込み活性化した。SCP-1112JP は活性化状態を維持し、30日後に小林研究員助手を解放した。なお、SCP-1112JP はこの活性化日数に対して、使用契約が満了したためと回答した。なお、小林研究員助手は実験終了後しきりに SCP-1112JP の宿主となることで得られる快感について言及しており、小林研究員助手及び SCP-1112JP への実験終了後のインタビューやカウンセリングから強い相互依存が確認された。この結果には異次要性は確認されませんでしたが、潜在的な SCP-1112JP の収容違反の要因となるものであるとして小林研究員助手は D クラス記憶処理の後移動された。
分析。SCP-1112-JP の活性化期間には上限があるということが確認された。しかしながらこれはオブジェクト自身が自主的に定めたものであり、正確な限度は不明であるということに留意しなければならない。また、SCP-1112-JP の宿主となることには極めて強い依存性があることも判明した。収容状態の保持のため今回のような再接触実験は以降凍結するものとする。実験記録 1112JP10/2016年月日。対象 SCP-1112JP-D108216 D-108216 は実験に際し抗がん及び前立腺を摘出されている。実施方法、活性化状態の SCP-1112JP に対してインタビューを実施する。結果、SCP-1112-JP は D-108216 を取り込み活性化した。その後 SCP-1112-JP はインタビュー室への移動の際に収容区画からの脱走を試みた。研究員の制止を振り切ろうとした SCP-1112-JP は通過した通路の排水管を全て破損させたため、収容棟は浸水する事態となった。その後、機動部隊により収容棟は直ちに排水され、SCP-1112-JP は死亡した D-108216 と共に非活性状態で発見された。なお、D-108216 の死因は溺死であった。発見直後のインタビューにて SCP-1112-JP は、活性化プロセスへ移行して5分未満であったため定着が不全であり、D-108216 の逃走を制止することが難しかったと説明した。不起本件は事案 1112JP-1 と指定され、SCP-1112JP に宿主による悪用の可能性が指摘されたため収容プロトコルは更新されました。